Long, long ago。 オギに隕石が落下したらしいね。え、隕石？あのヒュータカンってなる宇宙からの？そうそう、上皇山西岸寺に保管してあって。見に行こう。待って待って、もうないんだって。どうして？誰かにあげちゃったみたい。え、もったいない。誰があげちゃったの？その人は鍋島直虎。1856年、佐賀藩10代藩主鍋島直政の次男として生まれる。小木十代藩主直助に男子がなかったため、1861年、直助の養子となり、直助の娘おはると結婚。1864年家督を継いだ。時代はまさに幕末の動乱真っ只中であった。1868年、戊辰戦争が勃発。直虎は家老である田尻種広を長として704名の部隊を伊万里から出征させる。部隊は秋田において転戦し、戦功を立て、1869年8月、その恩賞として5000両を与えられた。それより2ヶ月前の6月、藩籍奉還により鍋島直虎は小木藩知事となり、1871年7月、廃藩置県で免職される。戊辰戦争って鳥羽伏見の戦いから始まって五稜郭の戦いで終わったやつよね。その戊辰戦争で小木藩主が活躍して5000両？え、いくら？幕末の1両は現在の10万円くらい。5000万？いやいや、5億。1873年7月、実の兄鍋島直弘や弟鍋島直藤と共にロンドンへ留学する。3年後帰国し、外務省御用係となった。この間、1874年に発生した佐賀の乱で参加した多くの小木藩士が罰せられる。直虎はその家族に補助金を出すなども行った。1890年、国会開設の際には貴族院議員となり、30年ほどその職責を務めた。1925年70歳で死去した。あれ、隕石は？隕石は誰にあげちゃったの？榎本武明の流星刀記事によると、鍋島直虎が英国外交官ハリー・パークスの要請で寄贈したとある。ほとんどの隕石が現在行方不明であるが、2番目に大きい隕石が唯一標本として大英自然史博物館に保存されている。